この制度は、平成29年度から導入をしておりますけれども、さまざまなアイデア、都の政策立案に反映をしてまいりました。そのご協力に対しここに深く感謝の意を表します。ありがとうございます。感謝状、塩沢浩平様。感謝状、横田恭平様。感謝状、藤原淳様。都民の皆様方と都政を一緒に進めていく、そしてまた時代は大きく急激に変化をしています。今こそ多様で柔軟な発想を政策に取り入れていく必要がございます。誰もが生き生きと活動し、また自己実現ができて、一人一人が輝く未来の東京を共に作っていきたいと思います。